まさに御殿寺ここにあったんじゃないですか。実際にはこういったものが一番よくこの時期使われていると想像をかきたてられます。なるほど、はい、子供用の下駄ですかね、はい、その割にこう歯が高いので、はい、非常にこうエレガントなドロームで、はいはい、ツルツルです。こんにちは、門間歴史探訪第6回をお送りいたします。今回は大阪府文化財センター後編をお送りいたします。前回まで、普賢寺遺跡の発掘調査で出てきた中世のものについて解説いたしましたが、今回はいよいよあれを紹介したいと思います。はい先生、では続いてこちら写真2点ですが、非常にこうはっきりとしているものですね。これもしかして五右衛門風呂ですか？いえいえ、あの五右衛門風呂では違います。はい、あの井戸です。あ、井戸ですか。ああ、これはあの木がはっきりと残ってる。あ、そうですね、はい、はい、まあかなり垂直に掘ってますので、はい、あのそこに土が崩落して井戸が埋まらないようにこういった木枠をしたりして、はいはい、なるほど。これは時代的にはいつぐらいの時代なんですかね。はい、やはりこれもあの鎌倉時代ぐらいのものじゃないかなと思っております。なるほど。はい先生、こちらは五輪塔とありますね。五輪塔といえばもう少し大きなイメージがあるんですけども、はいはい、これは今回出てきたものなんですかね。はい、はい、今回の調査では結構あの溝のあちこちから五輪塔がボコンボコン出てきています、はい、で中にはちょっとここにはお持ちしてないんですけども、っと大きなものもございました。でここに持ってきているのは、おそらくあの一石五輪塔と言われるものではないかと、はい、まあ、こちらはあのそうではないんですけれども、この、途中でもパンと折れた状態で出てきております、はい、でこちらはあの宝鏡院塔 の、はい、あの頭の部分ですね。あ、なるほど。で、まあ、こちらにこう梵字がかなり風化して見にくいんですけれども、はい、こう書き付けられてたりとかしておりまして、まあ、五輪塔の用途としましては、はい、供養塔ですとかお墓、はい、ということなので、はい、あのまあ、お墓あのお寺にふさわしい出土物ではないかなというふうに思います。寺ですね。先生、ではこちら、こちら瓦ですかね。あ、はい、そうです。はい、はい、軒平瓦、軒窓瓦、はい、あの屋根の、はい、屋根瓦の一番こう端っこの部分ですね、はい、あの人の目によく見えると、はい、そこにこういう模様の入った瓦を並べます。で、まあ、この模様の変化によって時期が分かるんですけれども、はい、あのこの辺の瓦はおそらく鎌倉時代前から室町時代にかけて出てくる。なるほど。はい先生、今回初めてカタカナが出てきましたけど、はい、スタンプ門瓦、これ面白いですね。そうですね、はい、はい、これはどう全く想像がつかないんですが、はい、どういうものなんですか。ここにこうさっき見ていただいた五輪塔の、形を模した、模様がこうペタペタペタと張り付いてます。五輪塔のこう、模様を刻んだようなものでこうパン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 あの叩いたんだと思います。あ、なるほど、はい、では先生こちら、はい、鬼瓦とありますね、はい、これは私も知ってます、はい、これはどういったものですか。ご説明お願いしたいんですが、はいはい、屋根のこう先端の一番目立つところに2箇所、はいはいはい、あのくっつけるものなんですけれども、はいはい、まあ、ちょっとこの辺りがもう欠けてしまっていませんが、はい、こういうあの平たくて大きなものですね、はいはい、これ非常に大きいですよね。ということはそれなりに大きな建物があったのではないかということですかね。こういう鬼瓦が作るっていうのはもう、はいはい、本当にお寺としか言いようがないのかなと思います。そうですか。はい
ではですね、いろんな先生出土品を見てまいりましたが、今回一番の目玉、こちらを皆さんに特別にご覧に入れようと思います。それがこちらです。密教宝具蓋中世、こちらが今回の発掘の一番の目玉です。では先生お願いします。で先生、こちら非常にこう精巧にできてますよね。非常に。これは素材はどうですか？はい、そうです。この拡大写真で見ていただくと分かりますように、はい、この辺の色がですね、はい、綺麗な10円玉、はい、ですね、はい、で今ちょっともう、はい、残念ながらやっぱりどうしても空気の増えると少し酸化が進むんですけれども、出た当初は本当にピカッと綺麗に光っておりました。ピカッと光ってたわけですね。そうです、そうです。で、出土ポイントを見ますと、はい、大阪右京院の調査がここです。はい、これこの間ある、フィールドワークさせていただいたところですね。はい、今回出たのがこの一番左の端の部分です。はい、はい、ということは一番こう近い箇所からということですね。はい、密教宝具に関係するものがこの近い距離で出てるっていうのはたまたまっていうことではないのではないかと思います。はい、あ、もう偶然ではないですね。はい、普賢寺はもうこの辺りにあったんじゃないですか？そうですね、一番最初に言いましたように、はい、この長作から、西になってこう段がこう伸びてきてこう下がっていきます。こういう大きな遺構地の上に中世とか古墳時代の遺構があるっていうことであれば、この遺構地の上にですね普賢寺というのがあったというふうに考えると、まあ、今回の長作はその一番こう西の端ぐらいにあたるんじゃないかなというふうに思っております。なるほど、しております。はい、先生、ではですね、さまざまな質問にご説明をいただきまして、本当に勉強になりました。先生、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。よろしくお願いします。普賢寺の密教宝具の縁ありて、あ、楽しみや、己難信、字余り。普段、私たちが何気なく生活しているこの門真市ですが、市中にはいろんな歴史のロマンが詰まっているんだなと改めて感じました。こうアンダーグラウンド、また近いうちにミステリーハンターの小島でした。